い、皆さんこんにちは、ペソでございます。世間で説248回目ですね。やっていきたいと思います。ではね、もう一度ちょっとマナの聖地の方に向かってみたいと思います。ちょっとマップ見させてくださいね。まあ、来たですよね。あ、そうですね。ということで、そのまま北へ向いて、はい。やばいのは、あと、ちょっと装備変えましょうか。ドラゴンスピアでもいいんですけどね。ルブルさん、弓矢ロックですね。さあ、ここですね、グリフォンハンドが結構この16本キック的なやつがね、恐ろしいですよね。はい、来ましたね。カモン。あー、近づけないのか。よいしょ。まあ、このゲームね、ほんと防御力のね、大切さが、必要になってくるんですよね。で、こいつはバカバカなので、見事に3桁食らってましたからね。まあ、カウンターマジックとは全然いらんですけど、おお、すごいね。537いったね、今。あら、驚き。ああ、痛いやつじゃん、これ。なかなかね、うおー、ドロップがないね。まあ、欲しいのはね、最後の武器なんですけどね、グリフォンヘルムっていうね。ああ、急死だった。武器じゃない、防具ですね。ランディの最強装備と言われてるね、グリフォンヘルムが本当は欲しいんですけど。おい、ルブルさんレベル上がったね。あ、ペソも上がった。よし、いい感じですね。あ、また出てきてる。まあ、もう強烈にはダメージね。おお、今食らったな。何回も言うて。まあ、ドロップはなかなかないよね。ほぼほぼ
マタンゴさんは無視でもいいんですけどね。体力が半端ねえな。ここですね。入ろうとすると、ああそうかそうか、セーブしておきますかって聞いてくるので、セーブしておきましょうか。もう後半になってくるとこの罠が多すぎますねよね。そういうことですね。はい。で、ここでちょっとセーブさせてもらって、で、レッドドラゴンですよね。
はい、ああ違う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 、行きましょう。おお、うん、まず攻撃力アップポイント、あとはね、水の魔法でフリーズ、いやーどうしようかな、おお、ちょっと飛び出したんだよね。回復してやりましょう。どうしてなかった。
ああ、言ってる間に倒してくれた。吸い上げは大きかったね。はい、グラブのパワーがアップしましたね。おー、ルブルさんと私ペソが56になりましたね。では向かいましょう。いやー、はい、ではセーブして、ちょっとね、まだもう何体かドラゴン出てくるんじゃないかっていうところなんですけどね、記憶が正しければ。あー、そっちでストーブか。はい、無視しても行きましょう。はい、こっちよ。あ、そうか、防御力落ちてる状態だからめっちゃ食らったな今。うりゃ、あー、やばい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 。ああ、石になった。リフレッシュでいけんのかな。あ、いけそうね。違う違う違う。まあとりあえずね、一回戻っちゃおうか。買わない。あー、出ちゃった。よし、これで大丈夫ね。で、グラブのパワーね、ワッツさんここにいるんで。ハイパーフィストになるんですね。あ、ごめんなさい。ハイパーフィストからグリフォンの爪。もう、斧と剣と、これなんだっけ、フリスビーみたいなやつね。ブーメランか。ブーメラン。で、弓はもう7まで上がってるんでね。斧と剣と、あ、これもまだか。グラブもまだなんだね。で、斧と剣とグラブとブーメラン。あと4つ。で、レベル8に値上げれるのは実は、秘密じゃないんですけどね。運次第になるんですけどね。you
はい、セーブして、今回はちょっと終了したいと思います。ちょっと前回とね、あれ1回とかないと分かんなくなっちゃうんでね。はい、それではありがとうございました。また次回お楽しみにしておいてください。さよなら。